どうも、おはこんばんちは、エソラです。今回の内容の流れです。ということで、タイツを作っていきます。やり方はいろいろあると思いますが、今回は画像テクスチャーを使わずに、濃度のみで表現していこうと思います。画像テクスチャーを使うと、レース模様を入れたり自由に可愛くできたりしますが、今回は割愛します。ちなみに、タイツとストッキングの違いをご存知ですか？タイツは防寒や保温を目的としたもの、ストッキングは足をきれいに見せることを目的としたもので、一般的には30デニール以上がタイツ、30デニール未満がストッキングと呼ぶことが多いようです。デニール数の線引きはメーカーなどで多少違いがあるようですね。それでは行きましょう。今回はこれにタイツのマテリアルを作成して割り当てます。ボディのメッシュをコピーして少し調整しただけの簡単に作ったものになっています。サブディビジョンとアーマチュアモディファイヤーのみ設定されている状態です。まずは編集モードに入りシームを入れます。最低限の展開ができれば良いのでこんな感じで良いでしょう。次に UV エディターに移動して UV 展開します。ここでテクスチャーを使わず濃度のみで作成するポイントとして太ももを締め付ける部分の UV が一番上に来るように、かつ膝上あたりまでの UV が水平になるようにします。UV を移動する際は、面選択モードにし、テルキーで選択して G キーで移動します。水平にする際は、点火、線選択モードにし、同じ列の UV をすべて選択して S、Y、0キーで揃えます。揃えた後は必要に応じて G キーで移動して位置を整えます。これで UV 展開は OK です。次はシェーダーに移動します。プリンシプル BSDF があるだけの初期設定の状態ですが、とりあえずここのベースカラーをお好みの色にしておきます。ここからまずはタイツの編み目を作っていきます。シフトタス A から波テクスチャーを追加し、コントロールタス T でワッピングとテクスチャー座標濃度を追加します。波テクスチャーとワッピング濃度をシフトタス T でコピーします。テクスチャー座標濃度の UV から2つのマッピングのベクトルを接続します。コントロールシフトたす左ドラッグで一旦波テクスチャーを出力します。前日と同じように UV 展開をしていればなんとなく縦縞模様になると思います。このマッピングの Z 回転の項目を45度にすると模様の向きがだいたい45度になります。もう一つの波テクスチャーも同様にコントロールシフトたす左ドラッグで出力します。今度はマッピングの Z 回転の項目をマイナス45度にします。シフトタス A からベクトル演算を追加し、項目を乗算に変更します。先ほどの波テクスチャー2つを接続し、コントロールシフトタス左ドラッグで出力すると、網模様になります。波テクスチャーのスケールで、網目の粗さが調整できますが、ここでは2つの項目をセットで調整したいので、シフトタス A から値濃度を追加し、2つのスケールに接続することによって、一括で調整できます。これで網目が完成しましたが、拡大してみると白と黒の境界が少しぼけています。気になる場合はシフトタス A からカラーランプを追加し、保管方法を一定にします。白を左に寄せてお好みの感じに調整しましょう。次に、太ももを締め付ける部分を作ります。シフトタス A からグラデーションテクスチャーとマッピング濃度を追加、接続します。先ほど作成したテクスチャー座標の UV からマッピングのベクトルに接続します。マッピングの Z 回転を90度にし、グラデーションテクスチャーを出力します。マッピングの X1 を調整して、グラデーションの1を合わせます。こんな感じになったら、シフトタス A でカラーランプを追加し、保管方法を一定にして接続します。白を左に寄せて、良い感じの境界にしたら、黒をグレーにします。このグレー具合が透明具合になるので、お好みの濃さにします。もちろん黒のままでも問題ありません。これで太ももの締め付け部分も完成しましたので、先ほどの網目と合成します。シフトタス A からベクトル演算を追加し、項目を乗算に変更して接続します。次に、デニール感というか、濃淡部分を作ります。シフトタス A からレイヤーウェイトを追加します。フレネルと Y 方向の2種類の接続があります。フレネルは急激に変化する質感、前方向は緩やかに変化する質感となります。細かい話は難しいので、概ねこんな感じの理解で良いと思います。質感の問題なので好みで選んでも良いですが、ここは前方向からの接続が無難かなと思います。シフトタス A でカラーランプを追加し、濃淡具合を調整します。先ほどまで作成していたタイツと白黒が逆なので、カラーランプの左側が白系、右側が黒系になるようにしましょう。こんな感じになりましたので、
シフト多数エイタベクトル演算に追加し、項目を上段に変更して接続します。あとはこれに色と透明を設定します。シフト多数エイタシェーダーミックスと強化 BSDF を追加し、こんな感じに接続します。マテリアルタブからブレンドモードをアルファブレンドに変更して完成です。プリンシブル BSDF で色や質感の調整、各種カラーランプで濃淡の調整、ここの対濃度で網の粗さの調整ができます。ちなみに網目が必要ない方は、ここの濃度を直接こちらに接続すれば OK です。お好みに合わせて調整しましょう。お疲れ様でした。お好みのタイツは作成できましたか？今回は使っていませんが、画像テクスチャーを使ってレース模様をつけたり、まだまだ改善の余地は大いにあると思います。今回の構成を基礎に、皆様カスタムを楽しんでくれると嬉しいです。私もまだまだ探求心を持ってタイツと向き合おうと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか？少しでもお役に立つことができていれば光栄です。コメントや高評価していただけると今後の励みになってとても嬉しいです。チャンネル登録なんてしてもらえたらさらに喜びます。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。では次回の動画でまた会いましょう。